東京五輪メンツで思ったこと満場一致で決定。なんでこんな最強メンツなのに優勝できなかったの？この世代はマジで黄金だわ。久保だけど今までのメッキの黄金とは違う。CB ばっかり読んでボランチが薄くなって案の定大事な試合で疲労で遠藤が動けなくなったゴミのような采配を見せられたのは覚えてる。上田、旗手、田中、相馬、橋岡、谷、大迫がいて五輪予選敗退開催国枠で出場飛び級の久保がいなきゃグループ敗退レベル。これが東京世代の現実。この戦力で森保監督は金メダル目指すって言ってたけど妥当よな。そして銅メダルも逃した。今の A 代表のメンバーばかりだから強く見えるのは当然なんやけど、このメンツはこの時点でクラブでもバリバリやってたり海外で試合出てたりしたからな。パリ世代で J1 の主力級ってほんま少ないで。五輪で見るならパリ世代の方が上かな。J で主力少ないって言うけど海外出てる選手が多い。エースとして攻撃を牽引したのはパリ世代の久保なんだよな。久保がいなけりゃ GL 敗退だったんじゃね。ほとんど今の A 代表やな。黄金すぎる。